までもよく守りに溺れたら世話ない10億までどうして氷魔に長年生きた者には魂が宿りやすいのだ。蹴るな守りに溺れたら世話ないんだ。蹴るぞ行くぞ助けよう元気を持つかやつの手を打ち出す悪魔は最高やっぱり一瞬蹴るぞ自己流？結構やるじゃん。ミクリオと散々稽古したからな。
町だ。ここってもうローランス？そう、ラストンベル。有名ですわよね、商人と職人が集まる町として。そうそう、意外に物知って、頭の中に話しかけるの禁止だって。すみません。うわ、なんかすごいのがいる。ああ、ローランスオオカブトだね。へえ、伊豆地にはいなかったよ。かっこいいな。スレみたいな物好きが多くてね、いい値で売れるんだよ。違う。え？そいつはバーグランオオクワガタだ。クワガタなんだ。ああ、似たようなもんでしょう。どっちも角ついてるし。全然違う。カブトのは角だが、クワガタのは顎だ。詳しいな、デゼル。常識だ。けど、発達は異なるけど、養蜂は？どちらも闘争用だが、クワガタは腐葉土や朽木に潜るためにも使う。似てるけど別の道具ってことだな。要するにあれね、お好み焼き用のコテと、もんじゃ焼き用のヘラみたいなもんだと。いや、それは…何を言ってるか。意気投合しちゃって。ライラみたいな力を得られるのかな。やめておきなさい。制約は特別すぎる力よ。そんなものに頼らなくても、力を磨き上げれば自分だけの術は身につくわ。エドナは持ってるのか、そういう術。当たり前でしょ。どんなのだ、見せてくれないか。大胆なことを言うのね。大人の階段を登る気満々じゃない。変な言い方はやめろ。そんなに見たい？どうしてもってお願いするなら、特別に見せてあげてもいいけど。あ、いい。せっかくのチャンスを棒に振るミクリア、略してボミね。力を磨き上げるか。列に並び待て。従わぬ者は処罰する。勘弁してくれよ、時間がないってのに。何の件も？軍のに決まってるだろ。本格的な対戦になるかもしれないんだからな。兄ちゃんは引っかかるかもな。え、なんで？後ろ、騒がしいぞ。すみません。同志が出たって噂あったろ。あった、ハイランドでしょ。それがな、ローランスにもいるらしいんだ。へえ、ローランスにも。ローランス帝国は同志をよく思ってない。ああ、騎士団は戦力と見て警戒してるし、教会は異端者として取り締まろうとしてる。おまけにこの町じゃなんか不可解な事件が起こってるらしくて。次。おっと、俺の番だ。そういうわけだからせいぜい気をつけな。大丈夫かな、不安になってきた。素性隠した方がいいみたいだけど、スレイに嘘をつけっていうのは。
鶏さんにゆで卵を産めっていうようなものですわよね、ドイ。なら逃げる準備をしておくんだ。通行証も持ってるし任せとけって。だからしばらく頭の中で喋らない。分かった？面倒を起こさなければな。いいの？ほら喋んな。次。自分はローランス帝国白王騎士団団長セルゲイ・ストレイカである。帝国の安寧に資する検問への諸君の協力に忠心より謝意を表すものである。何こいつ、堅苦し病、厚苦し病。はい、招待ギルド発行の通行証。ここに来た目的は手形の回収ね。赤霊の羽か、手際がいいな。期限が迫ってるから気が気じゃなくて。取引先は大通りにある酒屋の。おお、ボリス・シローか。あそこは手広く商いをしているようだな。うちもいろいろお世話になってます。他には何か？ない。検問への協力痛み入る。お疲れ様です。次はそちらの男だ。妙な身なりだが護衛か？女の一人旅は物騒なんで。なぜ護衛が儀礼剣を下げているのだ？スレイの剣が儀礼剣って、重心の差を見切ったのか。ただのバカじゃなさそうだな。待った、あれ、もちろん理由があって。そちらの男に聞いている。やば。私の言う通りに。ご不審はごもっとも、実は私はとある地方領主の御曹司なのです。なのです。ん？ロゼ。そう、お坊ちゃんなんです、うちの亭主。そんな設定？フォークより重いものを持ったことがない箱入り息子がひょんなことから旅商人と恋に落ち、燃え上がる情熱のままに全てを捨て駆け落ちしたのが1年前。妻にも秘密のこの事実。世間に出て無力な若造と思い知りましたが、それでも妻を守るのが夫の務めと思い詰め、見せかけの儀礼剣を下げて周囲に強がって見せているのです。悲しい男の意地とお笑いください。結構頑張ってるよ、ドンマイ。おお、妻よ、その一言で俺は生きていけるだろう。愛という名の種さえあれば、どんな荒れ野にも花は咲くだろう。強く生きるのだぞ。次。よくわからないけど通れちゃったね。みんなのおかげだ。相手が良かったとしか言いようがないけど。結果オーライだね。案外お役に立ちますでしょ、見えないというのも。そうだね、喋んななんて言ってごめん。じゃあもう頭の中で話しても。それは別、怖いしキモい。キモいはひどいですわ。焦らず行こうよ、ライラ。さてスレイ、
僕らは焦ってペンドラゴンへ向かうのかな。この町はいろいろ面白そうだろ。そうだから、せっかくだし探検していこうと言いたい。超言いたい。なんか面白そう。坊やばっかりだから気が合うんですよ、きっと私たちとも。天族か人間も。スレイ、私のマナってどういう意味？ああ、ロゼはロゼって意味。ロゼはロゼ、なんか手抜きっぽくない？そう、パッと思いついたんだけど結構合ってない？あの時は緊急事態でしたから。アリーシャ姫も重視だったんだよね。なんてマナつけたの？マオクスアメッカ、意味は笑顔のアリーシャだ。わかった、手抜きじゃなくてひいきですね。え、なんで？私の笑顔だってなかなかのもんなのに。じゃ、ロゼ雰囲気怖いよ。ロゼさん、スレイさんは素でこういう方なので。わかってる、スレイこそスレイはスレイだよね。